おじさん友達いますか？おじさんの友達、はい、え、いないかもしれない。じゃあ私おじさん友達初めて会った時にどういう印象ですか、はい、私一言で、一言で、韓国の方このメガネのせいかな。あ、それもあると思います。もうバレてますね。ちなみにここですけど、はい、ここなんですけど、何でもありますよ、はい、多分。おお。行ってみます。すごい。行ってみましょう。どうぞ先に。ありがとうございます。はい、お腹すいた。あ、いいですねいいですね。ここはランチ？辛いもの、辛いものはどうですか？辛いもの。辛いの、辛すぎなければすごい。ああ、なるほど。でもこういう豚キムチとかはよく家で作って。マジですか？はい。料理もやるんですね。まあ簡単なやつは。さあ、ももさんの選択を。はいももさんにやってます。ももさん、もも、後ろもも、ビビンパ、ビビンパ、美味しそう。ビビンパ、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 で、これがチゲ類で、冷麺とかもありますし、サムギョプサル定食もありますね。あー、美味しそう。何でもいいですけどね、私は。どうしよう。トッポッキとかも好きそうですね。あ、好きです。あ、じゃあトッポッキもじゃあ追加で行きましょう。あるんですか？あるはずです。単品で頼めば。あ、結構じゃあ久しぶりに来た感じですね、これ。そうですね、1ヶ月前にビビンバを食べて。なるほど。まあ、そこも焼肉屋さんだったんですけど。なるほど。そしてビビンバを他の頼むのもいいですし、はい、悩む感じだ。ちょっと待ってください。下から撮ると怒られますけど下から、でもいい感じに撮ってください、はい、乾杯乾杯乾杯。すいません、片手で。いやいやいや、インスタ以外にはやってないですか？インスタ以外、インスタよりツイッターの方がやってるかもしれないんですけど、まあ、インスタ頑張って毎日投稿するようにはマジですかしてます。ファンティアとかやらないから。ファンティアとかやらないですか？ファンクラブ。いや、でも、そう聞いたことはあって。ちょっとあれですけどね、コンテンツが激しいんですけどね。そうですね、なんかまだちょっとそこまでやるには早いかなって。うん、嬉しい。リップの塗り方とか。はい。あ、今リップもあれですか？韓国の？どこですか？ロムアンドっていう。え、なんこれ、忙しい。なんか、あ、これ韓国のですか？韓国の女性になりたいですか？なりたいです。なんで？もう綺麗だし。あ、食べてください。ごめんなさい。あ、ありがとうございます。日本の方も綺麗ですけど。いや、なんかやっぱり韓国の方の方が綺麗。鼻とか輪郭がすごいタイプ。でもなんか韓国行けそうですよ、あかりさん。行きます？行きます。行きたい。モテそうですけどね。でもやっぱり男の人がやっぱり撮影会も多いから、男の人が好きそうな衣装とかを選ぶようにはしてます。結構モテますよ。あと、そうですね、まあ、それは言わなくても皆さん分かってると思う。韓国人アイドル、アイズワンが好きなんですけど。なんか似てない雰囲気。本当ですか？嬉しい。意識してますよね意識してるかもしれない。同じで。けど解散しちゃうから。そうなんだ。知らなかった。おじさんは知らなかったです。ショックです。暑いんで。いいですね。おいしい。もう初めてですか？友達とぜひ食べてください。おいしいですね。
え、お肉柔らかいんですね。あ、そうですそうです。結構意外とヘルシーです。うん。タニシが이지원을좋아한대이지원이지원이해체한다고되게슬퍼하시네요진짜한국좋아하는사람같아요한국여정여자가되고싶다고하네요한국여자前自分でスーパーで買って作ったやつよりやっぱり美味しいですね。それはまあそうですね。お店の方が美味しいですね。うん、赤いんですけど大丈夫ですか？赤い赤い赤いですか？韓国って感じです。お食べっぷりいいですね。結構食べてる。うん、美味しい。じゃあ今日から友達。友達。友達がまた一人増えた。まあでもあれですね。あのもし。YouTube の件で困っていることあれば全然利用してください。アドバイス。いえ。はい。行きましょう。あ、はい。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。お疲れ様でした。それからじゃあ、あ、天気も高いし。あ、よかった。セッティングして。はい。ちょっとチャレンジしながら撮ってみます。ちょっと緊張しながら、お金さんの肌の質感とか、はい、服のおしゃれ感を。はい。うまく取れるように、あ、はい、頑張りますので、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。